皆さんこんにちは、足野です。よろしくお願いいたします。ということで SAO からも始まりますね。私は初日ですね、中部予選のね、解説の方に、呼んでいただいておりますので、まあ、初日をねがっつりねプレイできるかはまだ分かっていないんですけれども、まあワクワクが止まらない今のうちにですね、まあどういうことをやっていけばいいのかっていうまとめてたんですよ。そしたら今回のコラボもまあ知ってるか知っていないかで、かなりコラボのね報酬を獲得しに行くのに、効率に差が出るということが判明しましたので、そのまとめてきたのをお話ししようかなと思います。なのでこれをね見て、SAO コラボに備えていただければなと思います。はい、じゃあやっていきましょう。今回ですね、SAO コラボ当然ガチャとかあったり降臨とかがあったりするんだけど、それ以外に、ミッションの部分でね、楽しめる要素っていうのも、追加でいつものコラボ通り持ってきております。どういうものがあるかっていうと、大きく分けて2つですね。ログインシステムみたいなものが今回搭載されておりまして、まあ、いつものモンソンにログインとかとは別にですね、SAO の世界観にね、3つのワールドが分かれていて、それに一つ一つログインして楽しんでいくっていうシステムがありますと。それですね。でもう一個がレベルシステムってのがあります。はい、モンスターストライクでクエストをクリアした時にもらえる経験値、これとは別にですね SAO のレベルみたいなのがあったりするんだよね。で今回のそのコラボで限定のレベルみたいなのを上げていくことで、報酬がもらえるっていうシステムがありますと。なんでこのログインのシステムのところ、レベルのシステムのところ、ここの2つについて、めちゃくちゃ知っておかなきゃいけないことが多いので詳しく話していこうかなと思います。じゃあまずログインシステムですね。はい、いつもコラボが来ると、まあ、ミッションみたいなのがあって、例えば貴族生3体でこのクエストをクリアしてねとか、あとは普通にコラボキャラクターを入れてこのクエストをクリアしてねみたいなミッションがあったりするんですよね。でそれと同じで今回もミッションっていうのが、全部で15個用意されておりますと。ただいつもはだいたいその15個並べられていたらどれからクリアしてもいいよだったりとか、まあ1回クエスト行ったらあなんか知らないけど3つ終わったみたいな感じで、あんま意識しなくてもミッションがクリアできてると思うんですね。今回違います。はい、先ほど言った通りワールドが分かれておりまして、詳しく言うとアルブヘイムオンライン、ガンゲイルオンライン、そしてアンダーワールドと、3つのワールドに分かれているんですよね。で、その3つのワールドごとに5つずつ、はい、アルブヘイムに5個、ガンゲールに5個、アンダーワールドに5個っていう感じでミッションが分かれておりますと。はい、で1個のクエストをクリアするとアルブヘイムのやつ1個、アンダーワールドのが1個終わったとかにならないです今回。はい、これがむちゃくちゃ注意点の1つ目なんですけれども、まずそのワールドにログインしてからじゃないとそのミッションが達成にならないっていうシステムになっております。なんで簡単に言うとアルブヘイム、ガンゲール、アンダーワールドってあったうちのアルブヘイムにログインした状態でアンダーワールドのミッションをクリアしてもクリアになりません。アルブヘイムにログインしているときはアルブヘイムに設定された5つのミッション、この5つのミッションしか達成にならないよっていうシステムになっているので、自分でそのログインするワールドの先をね選んでそのワールドにログインしてあげてそこのミッションをやるっていうシステムになっております。はい、なのでこれね知らないと一生アルブヘイムに滞在したままいろんなミッションやっててクリアになんねんだけどみたいになっちゃったりすることがあるので、まずここを注意しておかなきゃいけないっていうところですね。はい、なのでこれを前提にここからはお話をしていこうかなと思いますと。はい、で、このワールドなんですけれども手動で切り替えられます。まずコラボがスタートした段階ではアルブヘイムにログインした状況でスタートするみたいなんですよね。なんで基本的にはみんなアルブヘイムオンラインのミッションからスタートしていくと思うんですけれども、まあ他のミッションもやりたいんで切り替えなきゃいけないんですよね。じゃあアルブヘイムでやれるミッションが今の段階で終わった、そしたらガンゲイルオンラインかアンダーワールドのワールドにログインしてあげようと言って、じゃあガンゲイルの方にログインするじゃないですか。はい、ここ注意、一回別のワールドにログインすると8時間他のワールドにログインできなくなります。これ待機時間が生まれますね。はい、なので、ポン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 、ああガンゲール好きだからガンゲール行こうっつって始まった瞬間にガンゲール行ったらそこから8時間動けなくなってしまいますので、しっかり今自分がログインしているワールドでミッションが終わっているか終わっていないか確認して、あこれ明日までもう次はできないなみたいな。ちなみに5つあるミッションは条件が解放される条件があるんでね、基本的には最初の方からやっていくことになるんですけれども、解放条件を満たす前に達成したミッションの報酬はそのミッションを解放した時に受け取ることができますという表記があったんですよね。はい、なので、基本的にはアルブヘイムとかで、例えばミッションをやる、でその時に1個目のミッションしか解放されてないから1個目のミッションだけやってよし終わったアンダーグラウンドに行こうとかではなく、その、アルブヘイムオンラインでできること、今の段階でできることっていうのは先にクリアしちゃ
ってもいいかもしれないですね。これはちょっとどういう風に表記されるかっていうのを始まってみなきゃわかんないんですけれども、例えばミッション1、3、5とかがクリアできるって状況になってるなら、声解放されてるのは1つ目だけだけど1個目をクリアする。で、一応アルブヘイムにいるうちに3と5もクリアしておいて、そっからアンダーワールドに行くみたいな感じだよね。で、アンダーワールドからじゃあここで終わりやること終わったってなって次に戻ろうってなった時に、ここの3つ目が、ね、終わってないから戻ろうっていう理由にならなくなりますよね。こっちはもう3つ目終わってるからこのために戻る必要ないよなと、じゃあ真ん中行こうみたいなこともできると思うんで、まあ極力そのいるところでできるミッションっていうのは終わらせといてあげた方がいいんじゃないかなと思います。まあここまで効率よくやる必要はないかもしれないですけど、一応補足ですね。はい、ってのがそうだね、ワールドをまず切り替えながらミッションをやんなきゃいけないよっていうの と、8時間の待機時間が生まれてしまいますよっていう。だからまあ最高効率の例を挙げると、初日アルブヘイムオンラインログインした状況からスタートするので待機時間が生まれていません。アルブヘイムオンラインのミッションをプレイします。アルブヘイムオンラインのミッション今できるやつ全て終わりました。ガンゲイルに行きます。ガンゲイルクリアします。で、待機時間があるので8時間後また次アンダーワールドに行きますみたいな感じだね。なんで8時間に1回端末とかを開いてあげると、まあそのワールドのログインっていうのが無駄なく行えるんじゃないかなっていうふうに思います。今のだけ聞くと、うわまた時間制限かよと、うん、俺も思いました。ここで今調べた時に、うわーこれ8時間待つのみたいな、またこのパターンかって正直俺思っちゃったんですよ。うん、これ多分みんな思ってると思う。うわめんどくさと、うん、いや俺1日1回しか携帯開けないし昼休みぐらいしかできないんだよねと、うん、でまたでしょ次の日ってなったら1日1個ぐらいしかミッションじゃできないのか、15日かかるやん、結構思う人多いと思います。大丈夫です。あとで緩和要素がめちゃくちゃ大きくきますので、ここは心配しないで大丈夫ですね。はい、なんでまあ今このワールドについての注意点はそれぐらい、あとは注意するミッションの部分ですね。はい、まあミッション一覧っていうのは公式サイトにも載っているんですけれども、出しておきましょうか。ガンゲイルオンラインのミッションこちら。はい、アルブヘイムとアンダーワールドにはヤバいミッションっていうのは、僕が見た感じ、そんなないかなと感じたんですけれども、ガンゲイルオンラインだけにですね、一つ、ちょっと注意しなきゃいけないミッションがあるなと、注意しといた方がいいなっていうミッションがあったので紹介しますね。4つ目のやつですね。ハイポーション回復薬を50個集める。これこれハイポーション回復薬っていうのは、まあ、SAO 内で使われる、まあ、SAO だけじゃないですけど ALO とかもいろいろあるんですけども、回復薬のことですね、まあ、よくゲームとかで聞くと思うんですけども、今回このコラボ期間中、コラボクエストだけなのかな、はい、ハートが普段あるじゃないですか。小ハート、中ハート、大ハート、これがポーション1個、ポーション2個、ポーション3個みたいな感じで、アイテムが置き換わるんですよね。はい、でこれを50個集めろ、まあ、すなわちハートを全部で50個取れ。うん、まあ金ハートとか大ハートとかだったら2個3個って1回で加算されるんですけど、これを50個集めると、これね過去の経験上結構めんどくさいです。はい、なんでめんどくさいかっていうと、まあ、最近のコラボクエストって超究極以外はそこまで難しくないクエストが多いですよね。はい、なので、まあ、例えば1手目ルシファーに当たる全部いなくなる、2マップ目に行きますルシファーに当たる全部いなくなる、こうやって高速周回をしながら、クエストで、ね、運極を目指していくってことが最近多いと思うんだけど、この過程で今ハード取るとこありました？そうなんですよ、これねハード多分取んないんですよね。めちゃくちゃ取らないんで、このポーション回復薬集めるっていうのは多分意識しないと集まらないんですよ。でさっき言った注意通り、ガンゲイルオンラインのミッションなんで、ガンゲイルオンラインにログインしないとその効果が得られないんですよね。そのミッションの換算に入らないと思うんだよ。だから本当に今ミッションやることなくなったって言ったら、基本的にこのガンゲイルオンラインのところに置いといた方がいいです。はい、じゃないとマジでこのミッションっていうのが、例えばずっとアルブヘイムにいる状態で運極をいっぱい作りました、運極全部終わりました、じゃあこっからミッションやっていこうかなって時にガンゲイルに帰ってきた、えポーション50個って、えもう全部運極になってるんだけど、運極になってるけど回復薬を集めるためだけにもう運極になったクエスト周回しなきゃいけないのってなるんですよね。マジで大変だと思うこれ、うん、で過去のコラボとかが終わってない人がその初期のクエストとかでね、やるって分にはまあやっぱ周回するクエストがいっぱいあるから大丈夫だと思うんだけど、今までの SAO もう全部運極になってますみたいな、で今回のやつも速攻やっちゃいましたって人は多分運極になってるクエストをやんなきゃいけないってことになるから、基本的にこのミッションを早めに解放して、このミッションを早い段階から固定しといてポーションを終わらせた方がいいんじゃないかなっていう風に感じたんですよね。まあこれ人によって変わってくると思うんですけれども、まあこのガンゲイルオンラインのミッション4つ目、ハイポーション回復薬を50個集めるっていうのはちょっと意識しておいた方がいいと思います。ただ一つ注意があります。
この後レベルシステムを、お話しするときにですね、このガンゲールオンラインにずっと滞在するっていうのがデメリットにもなることが一個あるんですよね。それはまた後にお話ししようと思うんですけれども、後で話すそこと、天秤にかけてみてどっちが重要かって自分で判断して、ガンゲールオンラインにいるかいないかっていうのは決めてください。はい、ってところでね。で、あとは、まあ、報酬だね。はい、こちら。はい、ワールドごとに、もらえる報酬の一部でですね、まあ、各ワールド一つずつですね、アルブヘイムに一つ、ガンゲールに一つ、アンダーワールドに一つ、このミッションをクリアするごとに報酬が取れるんですけれども、その中に守護獣のかけらですね。はい、絆のかけらっていうアイテムが、もらえるミッションが各ワールドに一つずつあります。これ、絶対逃しちゃダメですね。基本的にこの守護獣のかけらっていうのは、新しい守護獣が1体出てくるごとに、その守護獣を強化するのに500個かけらが必要になるじゃないですか。なのに新しい守護獣が出てくるごとにクエストを2種類クリアしてもマックスで400個しかかけらが集まんないんですよね。なので守護獣が新しいの出てくれば出てくるほど、僕らは借金を背負ってる状況になっているんですよ、うん、で、かけらっていうのはもう出てくる守護獣が、多ければ多いほど集める場所はあるんですけれども、やっぱ周回がすごいめんどくさいっていうのと、上限数が決まっている。なんでこういう報酬を取り逃しちゃうと、他の人とよりどん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 その取ってないかけら分ね、差がついちゃうんですよね。一生つく差になるんですよ。ワクワクステッキーとかだったらさ、1回ステッキで身を移動するとかね、ワクワク人だったら1個得意色にするとかで、別に一生分の差はないじゃないですか。神殿すれば追いつくもんなんで、守護獣のかけらはマジで追いつかないんで、システム上ね。なんでこの絆のかけらは絶対に落としちゃダメ、これ絶対落としちゃダメなアイテムですね。はい、なのでその守護獣のかけら、絆のかけらですね、の入手っていうのはしっかり行ってくださいってところでね。はい、じゃあワールドについての、要素はこれだけですね。はい、まあ今のワールドについての要素っていうと、うわ、ミッションもだるいし待機時間もあるしっていっぱい思ったと思うんですけど、このレベルシステム、これからお話しするレベルシステムが全てをひっくり返してくれます。多分今回トータルで見るとめっちゃ楽です。めっちゃ楽で、このレベルシステムっていうのを知らないと多分、めっちゃだるく感じると思う、なんでこのレベルシステムちゃんと聞いてください。はい、まあさっき言った通り、今回 EXP 要は経験値、モンストの経験値とは別の経験値だね、この SAO で使う経験値っていうのを集めて、レベルを上げていくっていうシステムになっておりますと。で、レベルに上げるに応じて結構美味しい報酬が、もらえるっていうものになっているんですよね。なんでこのレベルを上げていくっていうのも今回のゴールの一つに、なってきますと。はい、で、全ての報酬を取り切るまでに必要なレベルっていうのは60レベルまで上げれば、全部の報酬は取り切れるんですけど、このレベルっていうのがですね、今回もらえる勲章の中央に表示される数字になるんですね。はい、で、一応上限は99レベルまで上げることができるので、その勲章をかっこよく使いたいって人は、まあ、60で止めないで99まで上げてあげると、その勲章の数字が99になってね、かっこよくなるっていう感じだね。まあちょっと自己満要素なんで、絶対やんなきゃいけないのは60レベルですね。はい、まず60レベルまで上げるよっていうのを覚えておいてくださいと。で、報酬こちら。はい、見ていただくと分かると思うんですけれども、待機時間短縮、はい、これがございますね。この待機時間の短縮、めちゃくちゃ大事だと思う。だこのレベルっていうシステムを知らないで放置してて、待機時間の短縮を取らない人は毎回8時間待たなきゃいけないよね。でもこのレベルシステムっていうのを効率よく上げるっていう方法を知ってて、ガンガン経験値を貯めてレベルを上げてるって人は、この8時間とかは本当もう5時間とか4時間とかになってくるわけですよ。なんであんまり意識しなくてもワールドをポンポン移行してもいいかなぐらいのところまでは持ってこれると思うんですよね。なんでこのレベルを上げるっていうのはめちゃくちゃ重要でございます。はい、なんで注目する報酬はこれと、あとは一番最後に経験値獲得度、獲得量の上昇ですね。はい、この経験値の獲得量上昇っていうのは、まあ、EXP とは違うモンストの方の経験値のお話でございますので、これはまた後で話そうかなと思いますね。まあ、大きく分けて 大きい報酬はこの2つに来ると思います。はい、じゃあお前今レベルの話してるけど、肝心の EXP 集めるのだるいんじゃないのと思ってる方多いと思うんですけれども、そんなことございませんと。 EXP、SAO 側のレベルを上げる、アイテムですね。アイテムっていうか経験値ですね。はい、この EXP を集める、入手手段は大きく2つです。1つ目はさっき言っていたワールドに各散らばっている、ミッションのクリア、この時に大きく4000とかすごい大きい単位で、経験値 EXP がもらえますと。なんでミッションをクリアしていくことにレベルっていうのは勝手に上がっていくっていうシステムになってますね。で、大事なのは2つ目、これ今回めちゃくちゃ大事です。本当に大事。はい、クエストプレイ時に条件を満たすと、100経験値要は 100EXP がもらえますと。はい、100回です。
ミッション4000とかもらえてたのに100かよってなるかもしれないんだけど、これね今回多分めっちゃ差つく。うん、はい。じゃあクエストプレイするときにどういう条件満たせばいいのっていう条件、こちらの5つ。はい、コラボクエスト、イベントクエスト、追憶の書庫、守護獣の森、英雄の神殿、この5つですね。この5つをクリアしたときに、経験値が100もらえます。 EXP が100もらえる。はい。で、これですね、この今挙げた5つのクエストにさらにコラボキャラを編成した場合は追加で100っていうイメージで OK です。はい、コラボクエストをクリアしながらコラボキャラが入ってたら要は200もらえるってことだよね。でイベントクエストに基本的にコラボクエストは入ってるんで、コラボクエストやった瞬間にイベントクエストって条件を満たしてて、コラボキャラ入れたら300もらえますね。はい、これめっちゃ大きいです。これを周回するわけじゃないですか。うん、なんでコラボクエストのイベントクエストに入っているコラボクエストっていうのをクリアする時点でどんな人でも200もらえるんだけど、ここにコラボキャラを入れるって条件を知ってるか知らないかでずっと1周するごとに100の経験値の差がついてくるんですよね。はい、なんですごい重要っていうのがこれ一つ目なんだけど、であとは書庫で過去のクエストやるときとか、あとは守護獣の森を周回するときとか、それこそ出たガチャ源の源泉を神殿でやるときとか、これの時にも空き枠のところにコラボキャラクターを入れてるか入れてないかで一周やるごとに100経験値どんどん差がついていくんですよね。なんでこの SAO のコラボ期間、この EXP を集めてレベルを上げたいよって人はどんなクエストにも基本的にコラボキャラを入れてってあげるのがいいと思いますね。はい、なのでこのコラボキャラを入れるっていうのだけをしっかりやっておくだけで、かなりレベルの効率は変わると思います。でこれはね過去にも前にあったパターンなんですよ。こういうのでポイントを集めてくださいっつって、で今回ね SAO だけね1個ねぶっ飛んでんのが追加されてます。はい、ログインしてるワールドに対応したクエストをクリアした場合 EXP2倍。2倍、いやこれマジ変わる。これはさすがに変わるよ。うん、ログインしたワールドに対応したクエストっていうのは多分ね、SAO を知ってる人じゃないと分かんないんですよね。はい、なんで表になってますね、こちら。やばくないですか。はい、マジで変わると思います。ここ、これ知ってるか知らないかで、これさ、さっきポーションとか回復薬を取るっていうミッションがあったから、俺ガンゲイオンラインに滞在しとくとそのねポーションとかを意識しないで集めれるよって言ったと思うんですけど、このレベルの方を優先的に考えるんであればガンゲイオンラインにいるのは不利でしかない。はい、これ見ていただければ分かると思うんですけど、ガンゲイロオンラインに対応したクエストってのがデスガンしかないんですよね。しかも今回のクエストじゃなくてこれ過去のクエストでございます。はい、なのでデスガンが終わってる人はガンゲイロオンラインに対応したクエスト今回ゼロでございますんで、このログインしてるワールドに対応したクエストをクリアした場合 EXP2 倍っていう恩恵を受けるためには基本的にアルブヘイムオンラインもしくはアンダーワールドにいてあげる必要があるんですね。はい、で今回出てくるクエストが妖精たちの夏休み、あとは徘徊する死神、これ守護獣のクエストね、あとは、アドミニストレーターの、優雅なる海水浴とか、この辺りになってくるんだけど、なので基本的に例えばリーファー&シリカ&リズベットのクエストを周回しようという風になった場合はこのレベルのことだけを考えてあげるならアルブヘイムオンラインに行ってあげた方が、絶対に効率よくレベルが上げられるんですよね。はい、なのでこれめちゃくちゃ重要です。本当に重要だから、そのミッションに対応していろんなワールドを多分みんな行き来すると思うんですよね。このミッションのために、このミッションのために、で自分の今いるワールドに対応したクエストっていうのをやってあげた方がいいです。なんでまあみんなの最初の流れとしてはコラボ始まった、ミッションのためにこのワールドでやってミッションをクリア、よしそしたらタイム待機時間は生まれちゃうけど次のワールドに行こうっつって、アンダーワールドとかに行くでしょ。でそれでアンダーワールドに行きましたって時に、よし俺は過去の SAO のクエストもクリアしていないから過去の SAO のクエストを運極にしようと言って周回始めるわけですよ。今アンダーワールドにいるよ。じゃあ友人からやっていくかな。これダメです。友人はアルブヘイムオンラインに対応したクエストなんで、アンダーワールドにいるときは過去のクエストをやろうってなったとしてもアンダーワールドに対応したクエストをやってた方が、効率がいいです。はい、なので基本自分のいるワールドっていうのを理解してあげて、そこに対応するクエストってのを次に理解してあげるとレベルもミッションも最大効率で周回ができると思います。なんで今回マジで自分のいるワールドっていうのがめちゃくちゃ重要になってくるんですね。はい、正直今の聞いていやいやめんどくさいね、考えること多いねって思った人多いと思うんですけど、これ多分ね今回ねこんだけ今俺難しく効率のことを言っちゃってるんですけど、あんまり意識しなくてもレベルバンバン溜まってくと思いますね。
だってコラボキャラ入れて神殿集会って1体着地するのに30周ぐらいでしょ。それが6000入るわけですから、それだけで経験値ね、なんで神殿集会するだけでもう勝手にレベルめっちゃ上がるみたいな感じになると思うんで、ここまで大きく意識はしない方がいいと思うんですけど、本当に時間がない、学業忙しいだったり仕事が忙しいって人に関しては、まあこういうところまで意識してあげると、まあ、より効率よくねプレイすることができますよってのが言いたかったところですね。はい、ってな感じかな。うん、なんでまあ効率を大きく出るのは、まあそのワールドの部分とワールドに対応したクエストっていうのを意識してあげる、まあこの2つを大きく意識してあげれば、まあよほどのことがない限り今回レベルが上がらないとかいうことにはならないと思いますね。はい、なんでまあこれは本当に効率中のやることだとは思うんですけれども、まあ最大効率っていうのはそういうところになってくると思います。はい、な感じだね。じゃあ最後に1つ報酬だね。このレベルが上がっていくことに、さっき報酬があるって言ったと思うんですよ。表も出したと思います。もう一回出しましょうか。はい、レベルが上がるごとにもらえる報酬、こちら。はい、最後の方を見ていただきたいんですけれども、経験値20倍というものでございますね。これがやばそうな気がします。前にテンスラがコラボできた時に経験値50倍っていうのがあったんだよね。あの時はあの野幕絵より、経験値の効率が確か良かった。ただ1時間限定だったんですよ、それって。うん、なんであの1時間やって、でディレイ待って、でもう1回1時間やってみたいな感じでやっていく形だったと思うんだけど、今回これ言い方的に常時20倍になってないね。これ多分常時20倍なんですよ、コラボクエストの経験値だから。これやばいっす。うん、だからなおさらレベル早く上げた方がいいっすよ。うん、これレベル早く上げて、レベル早い段階から上がってるって状況で、レベルがもう60、70とかになりましたって段階から周回になったら激うまよ。うん、周回でキャラもどんどん集まっていく、4、50のかけらとかやってたら4、50のかけらとか集まっていく、かつこの20倍が早い段階から自分が最大効率でレベル上げれてたからね、経験値20倍とかも発動してる。うん、経験値20倍になりながら周回をできるみたいな感じになるわけですから、マジでレベル大事だね今回ね。はい、で20倍とかになっちゃうと、もうランクのために周回するっていうこともできるんですよ。うん、前回のテンスラの時もあったんですけど、あのね、やばいっす。これがじゃあ仮に常時発動だった場合ですね。常時発動だった場合は、学びの実、ワクワクの実の学びの力っていうワクワクの実をつけて、経験値量を上げて。で、学びのスポットっていうモンスポットのスポットがあるよね。あれも取ってきて。じゃあそれで、一番経験値が多いであろう、守護獣で今回来る死神の超絶を周回したとしましょう。はい、超絶の経験値1周3700、じゃあ学びが仮に L だったらそこから 1.6倍、そしてスポットが、まあ、マイスポ取って、モンストプラスで取って、1.75 倍なったとしたら1周207200、1周よ、1周207200で、じゃあこれが EL だった場合、学びの力 EL だった場合、 3700×1.65×1.75 なんで、でそれに20倍だから213675らしいです。すごいね、すごいや。うん、これは多分結構な効率叩ける気しますね。で肝心なのが、まあこれ究極でも多分十何万とかもらえると思うんですよ。うん、なんで究極を周回してるだけでも10万ちょっとの経験値が入るっていうのがめちゃくちゃ美味しくて、で今回その超絶の経験値で計算したんですけど、この超絶がね、なんかね、前回テンスラの時 SS 全開スタートとかあったよね。うん、でパワーアップとかも確かあったから、そういうのがあるおかげで4手5手とかが確かできてたんだよ。でも今回その SS 全開スタートみたいなのもないし、火力 1.5 倍とかそういうのもなんもないから、この超絶が数手で周回できるっていう可能性はかなり低いんですよね。でも仮にそれができちゃった場合は、その超絶で例えば5手20万みたいな野幕以上の効率を叩き出す可能性があると。まあ俺ちょっと野間勢とかね、経験値勢じゃないんで詳しいことは分かんないですけど、ベル使った野幕絵とかと同じなんであれば、俺これ周回する価値あると思いますね。うん、野幕絵は結局やっぱそのベルでね、周回して最大効率っていうのを出すクエストなんで、そのベルがどうしても1個かかっちゃうんですよね。はい、なのでそのベルを消費できて経験値がいいクエストを回れるってなったら、相当美味しいクエストにはなると思うので、しかも今回常時の可能性があるから、いつでもできるんですよ、自分の空いた時間にね。うん、ってなったらこれちょっと経験値で今回復帰したとか、新しく始めた、ちょっとランク上げときたいなみたいな、スタミナのためにっていう人はちょっとこの辺見た方がいいかもしれないですね。ちなみに経験値のその効率よく集めるとかは、俺じゃなくて他のね方のチャンネル見た方が多分いいと思うので、まあ経験値勢の方のね動画とか参考にして
見ていただければなと思います。はい、ってな感じかな。うん、なので今回はマジで知っておくことがすごい重要だったので、今回動画にさせていただきましたけれども、まあ、もし分かんなかったらね、僕も多分ライブとかやってると思いますし、ツイッターとかでねリポ送っていただければいろいろ答えられるとは思いますので、まあぜひぜひねそちらの質問を、していただければなと思います。まあもし見てなかったら申し訳ないんですけど、はい、てな感じでございます。はい、なんでまあ基本的にね、いつものコラボとは変わらないところにはなってるんですけれども、まあワールドシステムっていうのを知ってるか知らないか、どこにワールドログインしておくかっていうのを知ってるか知らないかで、めちゃくちゃ効率が変わるコンテンツでございますので、まあこれを参考にして、ぜひとも SAO8 月一緒に楽しんでいければなと思います。ということで、ここまでご視聴いただいた皆様ありがとうございました。あとはね、僕も人間なんでね、公式サイトから見た情報でもしかしたら間違っちゃってるっていう情報もあったりするかもしれないので、一応ねそういう指摘がないかっていうのでコメント欄とかも確認していただければと思います。よろしくお願いします。よかったら最後にチャンネル登録高評価もお待ちしております。お願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、ありがとうございました。